お世話になります。白い枠にお顔を入れていただきたい。白い、こうか、こういう風にしようか、はい、そうです、はい、大丈夫です、ありがとうございます。そういうことか。あ、ママの分もやってもらったんか。奥様のやられますか。いいんですか。はい、大丈夫です。そういうことか。すごい。当たり。これはいただいていいんですか。はい、お好きなだけ取っていてください。どれもらおう。ママどうする。私これでいいな。ほらこれ、オーシャンビュー。あれ取ります。結局何個？
これが日本酒で瓶ビールとチューハイと音楽そんな絵かそんなこと言わんといてバカれんかクーポンが4000円分、うん、いやなこれでもどこで使えんやろな使えるとだって晩食晩のあいやまあ それだけじゃなしに家帰っても使えんのかな近くのところ、なんか書いてないお土産とかあるのか書いてあるのかえ？ああ焼いてるところかいな、うんうん、全部やってるところ食べたね、うん、そうです、その焼きガニの後あれやろ鍋もあんやろカニ好きって書いてあるな、うん、で向こうがご飯と土鍋と天ぷらも途中来ますだって、まあ、すごいボリューミーやなゆっくり乾杯しましょうかはーいアデューなんかチーズチョイスやったっけ乾杯乾杯肉は私食べられないかもしれない食べれるよこの前しゃべりはるよちゃうかあー別にこれはもう懐いてるわけじゃないからそれをひいひいなん別に絶対にあだからええうんおー生きてる生きてるやん私もつけてつけるわつけるわふたしやなあかねんなふたすんのふたをしてもらった方がはい、このまま玉川玉川って行ったことあるな、はい、あ近くにあるあるこちらですね、先ほどのこちらですはい、今のは七姫なんでこちらですね、はい、また違うところのお酒なんですねそうですね、吉田の酒造と、木下酒造に違いますねはい、ありがとうございます、はい、そうそう、木下酒造行ったことあります、は
なんか覚えてるな。どこやったかな。焼き貝の方はいかがですか。あ、もやっときてもらう。何って焼き貝。あ、もう食べようか。じゃあ火を入れさせていただきます。はい、平日なのにお客さん多いんですね。そうですね。まあでも土曜日はもっとな多いですしね。やっぱりあの京都ね、あの割引もあるんで、そのおかげかもしれませんね。結構それで来られました。こちらはね、何もつけずそのままで召し上がってくださいませ。消えたな。忘れたの？熱っ。こんな熱って開けられへんわ。これもっと開けれた。なんかパパの方が絶対動いてたもん。私の動いてへんかった。そんなことないやろ。お水もありますし、もしこちらのご飯は食べなかったらパコ持ちなさで、ね、あ、そうですね。はい、ありがとうございます。こちらの方はね、ラムネの出汁が沸いてきましたら、カニやお野菜を入れて、はい、それぞれ取って召し上がってくださいませ。はい、お鍋の蓋は熱くなりますので、もし蓋された時は開ける時にお気をつけくださいませ。はい、あれはもうパックやな。雑炊は食べようか。ほんなら俺でもまだ食べれるわ。じゃこれと雑炊でいい。そやな、沸騰してきたで。ぐつぐつ入れ、ぐつぐつ入れます。入れてもな。何から入れたの。何から入れてもなんでもいいじゃん。カニ最後ね、やっぱり食べれんの。もう食べれるよね、この日の最後。うん、和洋室っていうお部屋もあるんですか。和洋室ですか、うん、ありますね。そうですね、ね、2つありますね、うん、はい。まあ、ベッド2つに、まあ、お布団も、お布団はまあ3枚、4人やったら OK みたいな感じ、ね、そうですね、4人でも、2人はまあベッドで、2人は布団みたいになりますけど、はい、いけますね、はい。いいやの、それとの、お母さんとか、ちゃん、ロックダウンちゃん。ほうやな。うん。夏とかやったら荒れちゃうか。今度こうか。うん。解析的なもんやったら遊んでいいんちゃうの。いいやな。カニシーズン終わったぐらいのメニューってどんな感じなんですか。カニシーズン終わったらまあそうですね、春、まあ、解析みたいな感じになりますね。まあ肉や。まあこの今の感じにカニがない感じ、ね、そうですね、まあ、あとはまあまあ旬のお魚とかもね、うん、入りますし、うん、こちらはちょっと涼しい方に、ね、置いといた方がいいので、あ、はい、ケトルの横に置いときますし、ありがとうございます、はい、お忘れなく、はい、すみません、はい。
温めてお召し上がりください。あの少し温まってから乗せてください。あの皮がひっつきますので、それとこちらあのお豆腐になります。まだあのトロトロの状態なんです。地元かけずのにがりを使ってます。で固まりましたら、こちらの豆水使っていただいて、こちらもあの地元ことびきのお塩になりますが、はい、お塩でお召し上がりいただくのと、はい、木醤油ですね、こちらでもお召し上がりいただけます。ネギと生姜が薬味になります。で茶碗蒸しになりますね。茶碗蒸しこちらのスプーン使ってください。それとこちら人参アップルジュースです。食前にお飲みください。でこちらごまドレッシングになります。サラダ、はい、お願いいたします。じゃあご飯の方お願いいたします。固まってんの。固まってるわ。塩と。生醤油。財布はパパの。